こんにちは。今回の深夜のこそこそ話、舞姫大学ナミさんへの一つなんですけども、嫌なことはね、嫌と言おうということでございました。皆さん、嫌なことは嫌って言えてますか？そして好きなことを好きと言えてますか？いや、そもそも嫌なことと好きなことっていうのをきっちりとね、腹の中でちゃんと確認できてるかなっていうところがあるんですよね。やっぱりこう嫌な気持ちになることっていうのは誰しもあると思うんですけども、普段からね、素直な表現を上手にするっていうことに慣れていないと、いや、ただ単にね、嫌なことは嫌って言っただけでは、やっぱり人に不快感を与えてしまうんではないかなと思うんですよね。まあ、そこに一定の配慮が必要なんだけども、それがしにくいから嫌なことを表現せずに黙ってしまうってことがあるのかもしれません。でも同時にですね、なんですか、顔で笑って腹で泣くっていう言葉があるんですけども、まあ、つまりは人様にはね、笑顔を向けたいなという気持ち人にはあるんですよね。そして本当は、本心は辛いんだけど、悲しいんだけど、嫌なんだけどなっていうのは、ぐっとね、こらえて腹の中に入れておくのが、まあいわゆる江戸っ子の粋というところもあったりとかね。まあ私も江戸っ子であるわけではないんですけども、ただ単に嫌なことなんだから嫌だっていうふうにね、表現するばかりではなくって、ちょっと待てよと、これは自分が勝手にそう感じてるだけで、みんなはそれでうまくいってるのかもしれないなと思った時にね、まあなんて言いますかね、まあ、その場を空気の読んでみたいな言葉があるみたいですけども、空気を読んでですね、まあ本当は本意じゃないけども、みんなに合わせておこうかなっていうのは、もしかしたらトータルで自分の人生をうまくいかすための処世術なのかもしれないなっていうこともありますよね。まあでもね、やっぱりね、自分がどんなことに、まあ、嫌な感情を持って、どんなことを良しと思うのかっていうのは分かっていただいた方が、自分なりのコミュニティっていうのは作りやすいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、いわゆる腹の探り合いみたいなこともありますけども、本心がわからない相手っていうのもちょっとね、心の置けないもんです。でもいつもかつも本心ばっかりでぶつかっていると、やっぱりね、付き合いにくいっていうのが人間関係だったりするんですよね。私がね、こういうことがあったんですよ。みんなでね、ビュッフェに行くという、こういうふうなね、お誘いがあった時に、いや、私はね、いや、本当にそんなにお腹が空いてなかったんですけども、ビュッフェに行って、まあ、3000円ぐらい払って入場するんですけども、まあ、私はね、コーヒー一杯飲んだだけみたいな。で、ちょっとお金もったいないなとは思ったんですけども、まあけどね、気持ちを切り替えて、まあ、この場所に入れる参加費だと思った方がいいかなと、まあ、当時ね、お金がなかった時だったんですけども、3000円痛かったんですけども、必ずしも満腹になる、お腹が空いていることだけを、そのビュッフェに誘われた場のメリットと考えるんじゃなくてね、まあ、3000円は払っちゃうんだけども、皆さんに誘っていただける喜び、それに対してお金を払うっていうふうにね、無理やり考えて懐は痛かったんですけども、なんとなく笑顔で過ごせたかなっていうところですよね。まあそこでね、今回のお話とはちょっと関係ないんですけども、ビュッフェの利点っていうのをね、ちょっと気づいたんですよ。それはずっとね、私はね、元を取る発想でそういった食べ放題とかを利用していたんですけども、お腹が空いていない時でも食べ放題飲み放題っていうのは利用できるなと、まあ、つまり何も頼まなくてもね、いいわけですからね。そう考えると、500円の定食を頼んだらそっくりそのまま残すわけにいきませんのでね、そっちの方が苦しいんだなと思って、あ、ビュッフェでよかったなと発想を変えることにしましたね。まあ、つまり嫌なこと、嫌という表現すごく大事なんで、上手に嫌だという表現を周りの人に伝えるようなことに、まあね、一定のね、訓練はいるのかもしれませんけども、嫌なことなんだけども、まあやってみようかなって思える、場の空気を読みながら自分も納得させるような処世術もね、片っぽでは身につくのかなみたいなね、よくわかんない動画になっちゃいましたけども、嫌なことをね、嫌と表現する、それがでも苦手な人は少しずつやった方がいいと思いますね。我慢だけでは人生はできませんのでね、辛抱、我慢、
こういったものも時には必要なんですけども、そういうものばっかりではそれはそれでうまくいきませんので、上手にコントロールしていくことが大事なのかなと思いましたね。まあこそこそっと話すほどでもなかったんですけども、まあ、そんな風に感じました。今回も動画を送ってきてましてありがとうございました。まだ今起きたばっかりでね、まだ2時です。頭が回ってませんけどね、これから回していこうかと思います。それではよろしく、メイカノック。